こんにちは、科学のお姉さん五十嵐美希です。そしてアナヒコです。お願いします。お願いします。先生、今日は100円ショップで買える材料で水族館を作ります。え、100円ショップで売ってるものだけで水族館、うん、え、できない、そんなのできないよ。どっちどっちできます。できます。そうなんです。できるんですか。できるんです。じゃあまずは買い物にね、行こっか。100円ショップにね、一緒に行こう。はい、それではレッツゴー。まず最初に魚のタレ瓶に油性ペンで好きな色を塗ります。かわいい。ダメだ、これダメだ、これセンスないわ。はい、入れるかな。ハサミでタレ瓶のこの真ん中あたりに切れ込みを入れます。これは滑って切りにくいので手を切らないように気をつけて切ってください。難しいですね。ここに切れ込みを入れました。その隣の部分に重りとなる画鋲を刺します。これも手を刺さないように気をつけてください。切れ込みがここで、画鋲がここに刺さってます。この切れ込みの部分を上側にしてギュッと握ってお水に入れて手を離すとお水が入ります。これを何回か繰り返して、このように少し浮くぐらいまで入れてください。水を入れすぎると沈んでしまうので気をつけてください。これを何個か作りました。じゃーん、こんな感じでカラフルにいろんな色でデコレーションしました。ペットボトルにお水を満杯に入れます。そしてこの中に先ほど作ったこのお水の入ったお魚を押し込みます。ペットボトルの中に空気が入らないように水槽の中で水を入れて蓋を閉めます。空気を抜いて閉めます。このように沈みました。離すと浮いてきます。いきます。このように魚が可愛く泳いでるようになりましたね。皆さんも名前をつけて可愛がってあげてください。どんな名前がいいかな。私の作った3匹のお魚、名前募集してるので、もし思いついたらコメント欄にください。いやー、でも100円ショップにあるものでこんな水族館ができたらすっごい楽しいね。すごいよねー、うん、これはできそうだからやってみたいね。ねー、楽しいしね。うん、にしても、うん、先生の塗り絵とその絵のクオリティ、うん、下手でしょ。いや、自覚してる。分かってるんだ自分で。ちょっとね、下手なんだよねー。気になったね、うん、やっぱり気になる。いや、気になる。そうか。でもみんなはね、これをうまく塗ったり可愛くしたりして、そうだね、楽しんでもらえたらいいよね。そう、こういうのはね、個性を生かして作ってね。うん、誰が言うとんね。
まあまあまあそういうことですね。はい、はい、そうです。ぜひじゃあ皆さんやっていただきたいですね。はい、そう、100円ショップのもので簡単に作ることができるので、みんなもぜひお家でやってみてください。はい、それじゃあまたね。バイバイ。バイバ。この動画がためになったというお友達はグッドボタンとチャンネル登録をお願いします。お願いします。あと先生に質問ややってほしい実験があったらぜひコメント欄にも書いてね。お待ちしてます。